瀬吟女です。はい、今日はじゃーん、マクドナルドのグランビッグマックセットを買ってきました。残念ながらポテトはね、グランサイズの箱が売り切れで普通の L サイズになったんですけど、じゃーん、グランビッグマックドリンクがでかミセスポテトヘッドと同じぐらいですね、サイズ的には。持った感じのずっしり感がすごい。では今日はね、グランビッグマックを食べるということで総勢6名の皆さんにお集まりいただいたんですけども、こちらのグランドビッグマックはビッグマックの 1.3 倍ということで、ものすごいデカさなんですけど、でかじゃーん、綺麗にできておりますね。私マクドナルドで働いてたんですけど、相当綺麗な出来栄えと思います。見てこのサイズ、自分の顔ぐらいあります。ミセスポテトヘッドよりも大きい。これ全部飲むってなったらさ、お腹の中のこのぐらいを占めるってことですよね。アメリカの人はこのぐらい普通なんですよね。いただきます。ちょっと待って、口が開かない、こんなに口が開かない。わーい、全部食べれそうな感じがしますね。これいけるわ、完全に。案外味がさっぱりめなので全部いけそうな気がする。なんかテロンってしてる、テロンって感じで、テロンテロン。案外グランドビッグマックはさっぱりめの食べやすい、全部食べれちゃう感じしますね。女性でもいけるかも、こっちでもいけるかも。やばい、全部食べそう。パン、チーズ、野菜、ソース、パティ、パン、ソース、野菜、パティ、パンって感じです。カロリーが764カロリーです。初めてのデートで彼女がグランビッグマックセットを頼むっていうのはちょっとあれですかね、男性としては引くんですかね。ポテトは無理ですね。単品だったら全部食べれますけど、さすがにポテトはちょっと無理ですね。食べ終わったんですけど、ジュースは1センチぐらいしか入りませんでした。こんなにも絶対みんな飲めないから炭酸にしない方がいいですね、溶けちゃうから。お腹いっぱい、バーイ、動けない、動け、いけ、いけ、動けない。また明日も見てね。ご視聴どうもありがとうございました。パソコンでご覧の方は動画の左下のチャンネル登録ボタンをクリック、スマホでご覧の方は動画の右下